ようございます。1月4日です。で昨日はガソリンスタンドで、寝て、いやまあすごい嵐でしたね。夜中中ずっと雨降ってて、しぶきが顔にびちゃびちゃ当たってました。でこっから次の町行くんですけど、標識見てもらえば分かるように次の町まで155キロありますね。ボツワナの人口が200万人しかいないんで、その町と町の間がめちゃめちゃ広いんですよ。でその間なんもないんで、ちょっと気合い入れてこがないと今日はダメっぽいっすね。では行きましょう。今すぐそこの木の陰でのぐそしてたんですけど、してる最中にもうわら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 ふんころがしが集まってきて、俺のうんこを丸めてコロコロコロって巣の方に持ってってて、いや虫たちの役に立ってます。いや嬉しいっすね。はい、で150キロぐらい走って、今警察署のなんか会議室みたいなところに止めさせてもらってます。でそのさっきその髪が長くてあまりにも暑いんで適当にジャギジャギ切ったらこんな感じですよ。で一緒にヒゲも剃ろうと思ってバーってやったら眉毛全部なくなっちゃって、こんなもんすね。この町から次の町まで250キロぐらいあるんですけど、多分なんもないんですよね。このボツワナの感じからするとろくに物買えるとこないと思うんで、明日ちょっと、多めに補給して、でまあそうですね、まあテント泊久しぶりにちゃんとした野宿やることになると思います。この間ボツワナで強盗殺人事件起きてるんで、そこだけちょっと、まあ、あんまり人に見つからないところで寝ようかなと思います。ではおやすみなさい。はいどうも、なんやかんやで今もうナミビアに入国しちゃいました。まあ、っていうのもそのボツワナ入国するときに適当にその質問に答えてたら、ボツワナの入国期間が3日間だけになってたんですね。そして昨日が、まあ、10日目だったんで7日間オーバーしてるっていうことで、昨日警察署に泊まったときにパスポート見せてって言われたときに見せたら、いや君もう不法滞在になってるよって言って、その7日間分で、まあ、本当は1000プラ1万なんだけど4000円にしといてやるよっていうことなんで、まあできるだけ早く国境行けって言うんですけど、ボツワナ公共交通機関がもうほぼないんで、じゃヒッチハイク、まあ、手伝ってやるから、いや国境今日中に国境行けって言うんで、その検問のついでにそのこいつ乗せてってやってみたいな感じで、まあ、今日はヒッチハイクでカンっていう町からここのナミビアの国境に来て、でナミビアに今入国したって感じですね。南アフリカからナミビアに移動されている方の車に乗せてもらいました。でこの方は教会に勤務されていて、ナミビアで先住民のブッシュマンの支援を行うってことで1ヶ月ほどナミビアに滞在されるらしいです。朝7時に南アフリカを出たって言ってるんで、今3時ぐらいでもうだいぶ運転されてますね。この後普通に隣で寝ちゃいましたね。すいません本当に。ここのナミビアもだと思うんですけど、人口が死ぬほど少ないんで、この国境からちゃんと人が住んでるところまで100キロ近くあるんですよ。で今10時過ぎなんですけど、行くか行かないかちょっと迷ってるんですよね。その100キロ先に出発するか しないか。はい、今雨降ってきたんで行けません。で多分これ夜中この天気悪いんで、ちょっとあれっすね、その辺のまたここの軒下かガソリンスタンドにちょっと雨宿りさせてもらおうかなと思います。